これ、カノン力作つたんだよな。はい、もちろんです。ってことは、このやたらとフランキーな感じの絵もカノンが描いたってことか。慣れない絵柄なので苦労しましたが、ファンキーと思っていただけているのならば成功のようですね。カノンにこんな絵描いてもらいたくなかったぜ。そうね、ちょっとイメージ崩れるかも。っていうか、慣れない絵柄ってことは普段はこんな絵を描かないってことよね。それなのにどうして描いたの？それはこの日のと X8105 の効果に関係するからです。歌魔法がパンクロツクやラツプになるとか、そんな効果じゃねえだろうな。いえ、死を変えてしまうことはありませんが、死に合わせてダンスをしたくなるという効果があるのです。つまり歌いながら踊っちゃうってこと？踊るか踊らないかは本人次第ですが、無性に踊りたくなる気持ちになるのです。それも演舞のようなものではなくて、最近の若者たちが好きそうなクールでぶっ飛んだイカス感じのダンスです。何？ですから、クールでぶっ飛んだ。やめろ、黙れ。マジでそれ以上言うな。そうよ、カノンのロからそんな単語聞きたくなかったわ。ですが、そういうのが流行りだと週刊誌に載ってたので。それでもカノンには口にしてもらいたくないの？カノンは最近の若者じゃなくて、それを見守るしっかり者のお姉さん的立場なんだから。そういえば、イオナッサルにも似たようなことを言われたような。伝承投げ上げの間近ね X 状態になると説明しただけだったのですが。あいち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 、俺は何も聞こえないし聞いてない。カノン、お願いだからやめて。カノンはそういう言葉を使いつちゃダメなの？よくわかりませんが、お二人もそう言うのであれば、そうなのでしょう。わかりました。今後は先ほどの言葉は、必要がない限り口にしないようにします。ホツ、ソロしてくれ。そういえば、この日のと105の名前をまだ巻いてなかったわね。そうでしたね。その日のと X395 の名前は、イカスダンスクラス、と言います。お二人は若いので、ぜひこれを使って、クールでぶっ飛んだイカスダンスを踊ってくださいね。デルタ、今日のことはすべて忘れましよ。そうだな。てか、もう一回記憶喪失になりてえ気分だぜ。